人気おすすめラケット8000。はい、自己肯定感上げるテニス講師加藤です。今回もよろしくお願いします。まあ今回ですね、はい、今2021年、12月の中で私が見てきたおすすめしたいラケット8つのいいところ、まあ、そうでないところ気をつけていきたい点お話していきたいと思います。よろしければお付き合いいただければと思います。まあ今ラケットってね、もう本当にこうどんどん良くなってますよね。だから本当もう5年、もう3年5年10年前のラケットもうこう使われている方、ぜひ最新のラケットですねお使いいただければと思います。もちろんモデルチェンジ間近なものもありますので、まあ、よろしければご参考いただければと思います。はい、では行ってみましょう。まず一つ目ですね。はい、一つ目は、はい、我らがピュアアエロバボラですね。で、このラケットもう毎回こうたくさん動画を上げてるので、もういいよってぐらい、はい、話してるんですけど、ここが必ずねすごく加速しますから、ボールを潰したいとか、ね、スイングスピード加速していきたい、強いボールを打っていきたい、高いレベルでのこうプレーをしていきたいって方ですね、おすすめです。もちろんスピンもかかります。ただ一方で面が安定せずにスイングしてしまうとフォームがね、崩れてしまう原因になりますから、この時に面がぶれる方ね、面がぶれたり二度引きしてうまく当たらない方は、もうこういったスイングになってしまう方はちょっとね、スイングバランスが悪くなってしまいますから、そこの点さえ気をつければ優秀な一品になりますので、ぜひですねよろしければこちらの方使用してみてください。まあバランスとか合わなかったりね、面がぶれてしまってフォームがね崩れて変な打ち方になっちゃう方は、また他のラケットご紹介しますから、ぜひそちらも参考にしてください。で、2つ目ごめんなさい、手元にないんですけれども、別に僕ウィルソン嫌いじゃないです、ウィルソンむしろ大好きでした。はい、こちらクラッシュですね。で、このクラッシュなんですけれども、面がすごく安定します。面が安定してバランスが良くて、特にこう相手が強いボールっていった時のこのディフェンスとてもしやすいです。はい、ディフェンスしやすくて、安定したプレーができるんですが、はい、ヘッドが走っていかないので、こうついついディフェンシブになってしまって、こうアグレッシブに攻撃していくことができなくなってきますので、スイングスピードが落ちないことだけは気をつけていきたいと思います。フェデラーモデルとかね、錦織モデルのラケットももちろんいいんですけども、まあ、一般的にはこっちの方が使いやすい。なのでアグレッシブなこうスイングプレーを目指しながら使っていくと、かなりバランスの取れたラケットになってきますので、よろしければこちら使ってみてください。今日はどんどん行きましょうね。はい、その次なんですけども、はい、じゃじゃん、ヨネックス3 V コアです。これ面が安定してて、スイングがとてもしやすいです。なのでスイングバランスかなりいいです。このラケットがいまいちだと思う人ってあんまりいないんじゃないかなっていうぐらい、もう本当黄金スペック 300g のラケットを使われている方、一回は使ってみたい、ラケットになります。ただしインパクト後からの加速、全体のスイングスピードが遅い方、ね、そういった方はここが回っていかないとラケットの良さが伝わってきませんので、まあ、ちょっとこうスイングスピードに自信がない方とか、こう加速がうまくできない方は他のラケットにしていった方がいいのかなと。まあ、個人的な意見ですけども、だから E ゾーンとかピュアアイロとか、このねスロート部分が特殊な形造で構造で加速させるラケットを使われている方が変えていくには、かなりおすすめのラケットになってきます。よろしければこちらもトライしてみてください。では次行きましょう。で、次はじゃじゃん、はい、E ゾーンですね。もうとにかくアエロとか使っててもボールが飛びすぎちゃうとか、もっと潰していきたい、強いボールを打っていきたいという方、こちらのラケットおすすめになってきます。で、何が難しいかというと、スイングが遅かったり、あとラケット自体が結構硬い、いや強いボール、ボール潰すのにラケットの自体がそれに耐えれるように、あんまぐにゃぐにゃってしてしまうとね、ボール潰せていけませんから、
ちょっと硬くなってるので腕がこうしなっていかない人で、全体のスイング効率が悪い人はちょっと使うには難しいかな。しなやかなフォームがフォームで打てる方、スイングの効率ですね、加速がしっかりできる、ね、サーブとかもしっかりこう回転かけられる方、しなやかな方はこちらのラケットおすすめなので、まあ、ちょっとそこで、ね、選ぶときに気をつけてみてください。どんどんいきましょう。はい、じゃじゃん。はい、ヘッドのラジカルですね。ラジカルとラジカル MP2 つあるんですけども、あのヘッドのラケットって特にこのラジカルは面がめちゃくちゃ安定するんですね。だからこうすごくスイングバランスがいいラケットなんです。で、ね、これがいまいちだと感じる方はいないと思います。これよりいいラケットはあると思う方はあのいらっしゃると思うんですけど、本当にバランスの取れた、はい、パワーの出る、ラケットになってきます。ボレーもサーブもストロークももう全体的に使いやすい操作性に優れたラケットです。で、ただ一個気をつけたいのはあのスピンのフォームね、こうしっかりとヘッドを下げてこう前に振っていくようなこのスピンのフォームが最低限身についてないとフラットの当たりばっかりになってしまってヘッドが回ってこなくなるのでスピンが打ちやすく、なりません。ただスピンの技術をある程度持っている方は面が安定してめちゃくちゃ抜きやすくて高く跳ねる強いスピン打っていくことができます。結構おすすめです。でやっぱりパワーが欲しい、じゃじゃん、エクストリームですね。まあナイトも出てますけども、はい、エクストリームはやっぱパワーがめちゃくちゃ出るのでどうしてもこう打ち負けてしまったりとか、まあ、こう攻めていきたいけどもパワー不足だって感じる方はこちらのラケット結構おすすめです。もう本当に軽く振っただけで爆発的な、威力が 出すことができます。通常のラケットよりもこの当たった時のこのバチンっていう感じが、はい、すごく伝わってきます。ただ一個気をつけていきたいのはここからパワーが出すぎちゃって面がかぶっちゃったりするんですよ。こういう感じでそうしてしまうとパワーあるけどもボールがコートに収まらないような事態が起きてきますので、そういった場合はさっきのラジカルとか、ね、この後紹介する、ラケットとか、ね、その前ご紹介したラケット使っていかれると、いいと思いますね。個人的にはクラッシュのパワーが出るやつ、面安定させたければクラッシュ、クラッシュ使ってもっとパワーが欲しい方はエクストリームかなと思います。はい、どんどんいきましょう。あと2つですね。じゃじゃん、やっぱりこれは使いたい、ヘッドのグラビティですね。まあ MP もしくはツアーがおすすめです。まああのプロでもいいんですけど、まあプロはちょっとフェース小さくなってくるので個人的にはここまでがおすすめなんですけども、グラビティって本当にしなるんですよね。しなって、パワーがめちゃくちゃ出ます。まあ、自分の能力を最大限に発揮してくれる、ね、技術力が高ければ高いほどボールに力を伝えることのできるラケットです。サーブにおいてもストロークにおいても本当にすごい高いレベルのエネルギー量でこうパワーを発揮できます。ただやっぱりラケットがちょっと薄めになっているのとどうしても操作性は難しいです。例えば先ほどお話したヘッドのラジカルとかだと若干ねスイングが乱れてもちゃんとここでまっすぐなりやすい構造になったりするんです。でエクストリームだとこうパワーが出やすいとかでこうアエロとかイーゾーンとかだと加速しやすいと。ただこれは全体のスイングのバランスが良くて身体能力が高くないと上半身と下半身のこの力の伝え方がうまくないと結構操作が難しいラケットになってきますね。まあ、それを考えた上でより高みを目指すのであればこちらのラケット僕はかなりおすすめです。はい、どんどんいきましょうね。はい、じゃじゃん。で最後はプリンスのビーストです。もうこれどのラケット使ってる人でもパワー出るしスピンかかるしあのそこそこコントロールしやすいし面も安定するといったもういいとこ尽くしのラケットです。ただ一個は考えていただけこれねストリングでかなり決まるんですね。
だからスイングロスが大きいストリングで、それはストリングとこの組み合わせというよりもその人の能力、その人のラケット、この人はこのラケットで、その人に合ったストリングって、ね、その人に合ってないストリングを使っていくとめちゃくちゃスイングロスが多くなって、パワーは出るけど無駄な動きが大きくなるので、これ6ゲーム選手を何回かやったらもう多分なんかだんだん腕が痛くなったり、する可能性もありますから、こうストリングだけはしっかり選んでいただきたいなと思う優秀なラケットになります。デカラケからの転向、ね、今までのちょっとフェースの薄いのとか小さいラケットからの転向、かなりおすすめできます。ストリングだけ気をつけてください。はい、といった形ですね。はい、8000ちょっと矢継ぎ早にお話していきましたが、いかがでしたでしょうか。このラケットたちはね、一回使っていただきたいです。僕何度も、使ってる中で、まあほぼ半分ぐらいは占めてるのかな、優秀なラケットの中では、まあなんですけど、結構ね、誰かに勧めるときにこの8つをお渡しするとどれかがドンピシャで、来ると思いますので、よろしければですね、こちらのラケットたちご参考いただければと思います。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。さよなら。